皆さんこんにちは。今回は YouTube にこういうコメントが来てたんでちょっと答えます。もしよければカオス155の釈迦のスキル編成を教えてください。もちゆきさんが持ってるけど俺がないとかその逆もあると思いますけどっていうのがあったんで、まあこれちょっとコメントで返そうかと思ったんですけど、スキル編成はコメントで返すのマジで大変だと思ったので、まあ動画にしようかなと。でまあこの155の釈迦ってなんだっていう人いると思うんで説明すると、まあこの国鉄級ってあるんですけど、左上メニュー右下イベント一覧でどこか、まあカオス討滅戦ってあるんですけど、まあ今の期間ねたまたまこれ全解放って書いてあるんですけど、まあ2週間ごとにボスが種類が変わるんですよ。出てくるボスが。でまあ今はね全部出てるんですけど、まあこれいろいろ難易度があるんですけど、まあこの155って言ってたのはこれの難易度によってこのなんだろう、このボス倒して作る防具に装備可能レベルがあるんですけど、この得位値が155レベルで装備可能になる防具作れるやつで、この極限値が175っていう風に決まってるんですけど、まあ、それは詳しくはカオス討滅戦の基本について解説した動画作ったのでそちら見てもらえればと思います。でこのカオス討滅戦のこの冥国釈迦ってやつですね、これが、まあ、カオス魔人ってよく呼ばれるやつで、でこれやる時のスキル編成どうすればいいですかっていう質問なんですよ。まあ、これ戦うとこれ13層フロアボスのアラズザ・ブレイズ・シューターってやつがカオス化したやつなんですよね。これが結構強いので、まあ、カオス魔人については前ちょっとこういう記事書いたんですよ。カオス魔人の攻略情報って言って書いたんですけど、まあ、これだけだとちょっとスキル編成も、あ、これアクトさんが動画出してるんですね。まあ、こちらもね参考にしてもらって、まあ、ちょっとこの動画はこのアクトさんの動画見返してから作ってるわけじゃないんですけど、まあ、俺なりにどうしたらいいかっていうのはちょっと説明していこうかと思います。ちょっとねこの記事ね結構前に書いたので情報が少し古いかもしれないんですけど、まあ大体見た感じ大丈夫だと思うので、でね指輪も出たので、まあ、メニューステータスプレイヤー装備っていくとこの指輪っていうのがあるので、これでなんかアビリティのこの緑色をついた効果のやつつけられて、その緑色のついた効果だけ付与できるんですよ自分にね。でこの指輪ってやつなんですけど、このコーヒーブレイクリズベットっていうスキルレコードアビリティがあるんですけど、これ指輪対応効果がついてるんですよ。でこれスキルレベル80の時に、まあ、火傷耐性が 90% 上昇するんですけど、盾を装備していれば、まあ、盾の熟練度スキルで、まあ、レジストっていうのがあって、これ状態異常、これ火傷の耐性が 10% 上昇っていうのもあるんで、この4つのね状態異常が耐性が 10% 上昇するんで、まあこれ火傷って書いてあるんですけど炎症も対応するんで、まあこれねカオスアラズは炎症じゃなくて火傷なんですけど、まあ火傷だから普通にね耐性が効くんで、でこれ見ての通り一度食らうとこの火傷レベル1レベル2レベル3レベル4レベル5って全部一回食らうだけでスタック99つくんですよ。で一気に削られてしまうんで火傷食らうのがやばいんですよね。まあ、そのため、まあ、このコーヒーブレイクリズベットをつけると、まあ、火傷食らわなくなるのでかなり楽になると思います。まあ、このコーヒーブレイクリズベットを武功の勲章で交換することで得られるんですけど、このメニューアイテム強化交換って進んで限定アイテム交換って言って、この武功の勲章と交換って押すと、まあここ交換のラインナップに入ってれば交換できるんですけど、この動画撮ってる時点だとちょっとちょうどね交換できない期間なんですよ。でまあいつ来るかわかんないんですけど、ちょっと前まで来てたんですよね。まあそれで持ってる人はつけた方がいいです。持ってない人は、まあ、持ってないままやるか、このね闘魂ブローリズベットっていうのを持ってる人はこれ HP25% 以下で防御力がめちゃくちゃ上がるやつなんですけど、まあ、これやるならもう食らうこと前提、もう食らうこと前提っていうか、これつけてやるなら HP を1にしたまま戦うことになるんで1回でも食らったら終わりなんですよ。まあ、そういうハイリスクだけどかなり効率が良くなるスキルなんで、周回効率が。でなんでこの防御力が上がるといいかっていうと、片手直剣のモッドスキルが防御力が高いほど強いやつが
て、まあ、直見モッドがっていうよりは、まあ、この常設イベントで手に入るこの創建士の記憶有事をですね、アンコールアナザーワールドか不思議な二人を周回して、まあ、アイテム交換でもいいし、まあ、パネルミッションだかスコア報酬だか忘れたけど、まあ、そういうので手に入るんですけど、まあ、これが防御力×に攻撃力が上昇っていう効果があって、これがめちゃくちゃ強いので、それでね防御力上げるといいんで、でまあこの HP25% 以下っていうのはこのプレイヤー装備のサブ武器の方に、例えばこういう両手斧でインゴットっていうのをこれつけて、これ最大 HP が減少するデメリット効果がこれあるんですけど、サブ武器の方につけてから、ここのクイックチェンジですね、オレンジの剣と斧が交差するマークのところを押すと瞬時に切り替えられるんで、まあ、HP を1にできると。まあ、これはちょっと最大 HP25% 低下のやつも入ってるんで HP1 にならないんですけど、まあ、この最大 HP 低下デメリットね 50% 低下のやつ3つつけると、多分 HP が残り HP1、 あ、最大 HP か、最大 HP1 になるんで、まあ、それで武器切り替えれば1のままね保ったまま戦えるんで、そういう場合は、まあ、コーヒーブレイクリスベットね必要ないんじゃないかと思います。火ダメとか食らったら終わりっていう感じだから。あとはこれカオス魔人やる時のスキル編成じゃないんですけど、まあ、今つけてるやつなんですけど、まあ、こういうね覚醒のパワーライズ3みたいなのがあるとできれば使いたいですね。こういうパワーライズ3っていう効果があれば、覚醒のがなかったら、まあ、普通の覚醒じゃないパワーライズ3でもいいんですけど、あ、そう、覚醒のパワーライズ3と覚醒じゃないパワーライズ3の使い分けってみんなできてますか？覚醒のしか使わないっていう人もいると思うんですけど、まあ、覚醒のやつって案外この同じセット内に装備するスキルレコードのキャラ指定で発動条件になってるやつですね。例えばこれシノンつけると攻撃力 20% 上昇するやつとか、俺が持ってるのだと、まあ、このクールジャグリングエギルってやつ、同じセット内でエギル2枚以上装備すると攻撃力が 20% 上昇なんですけど、まあ、同じセット内なんでこのスキル自体がエギルだから、あと1枚エギルセットすればこれが発動するってやつなんですけど、だいたいこの覚醒のやつってちょっと発動条件がなんか難しいというかスキル編成しにくいやつがあって、だからまあこういう非覚醒パワーライズですね、覚醒じゃないやつ、そういうのだと、まあ、アリスを同じセット内で装備しないだけでこの攻撃力が 20% 上昇とか、まあ、そういう発動条件のやつとかでアリスさえつけなければいいっていうので結構楽になったりするんで、こういうのだと同じセット内にシノンのスキルつけないといけないって思っても、例えば片手直剣使う時だと俺が今装備しているこのクールウィッチシノンとかないと、例えばこういうねシノンのアビリティがないと結構スキル編成大変なんですよ。このソードスキルの枠にこれシノンの覚醒つけて、これソードスキル使用不可ってなってもつけとけば覚醒の時にね覚醒が発動するんでつけとくんですけど、ちょっとソードスキルの枠がね1枠使用可能なところが減ってしまうのでちょっとやりにくくなってしまうんですよ。でこの覚醒パワラと非覚醒パワラの使い分けっていう話なんですけど、長期戦なら覚醒でないパワラの方がいい場面も結構あります。だから長期戦か短期決戦ですね、それで使い分けるといいのかなって思います。短期決戦なら覚醒がすごくいいんですよ。だって短期で決まるから覚醒して終わりっていう感じになると思うんで、ただ長期戦になると覚醒しないまま戦う時間も長くなってくるんで、まあ、そういう場合はこういう非覚醒パワラもいいので、まあ、結局は試してみて、何でも試してみてそのタイムが早い方ですね、倒すタイムが早いのを選択するのが一番いいと思います、いろいろ検証して。あとは、まあ、俺が持ってるのだとこの社員コンバージョンってやつですね、これ闇属性ダメージが低下しって書いてあるんですけど、カオス魔人の弱点って残闇なんですけど、もし残闇の直剣モッド使う場合はこれ闇属性ダメージ低下するんであまりよろしくないんですけど、他にパワーライズさん持ってない場合はまあこういう闇属性ダメージちょっと上げるスキルと合わせるとか何かしら工夫して、まあ闇属性ダメージじゃなくてもダメージ何パー上昇をこのね
10% 定価分帳消しにするくらい入れてればいいと思うんですけど、まあ、選択肢がない場合はしょうがない。こういうね、社員コンバージョンと同じ効果で試し切り1000キリトっていう覚醒のパワーライズもあるんですけど、まあ、そういうのでもね同じことが言えると思います。ただパワーライズって言っても、まあ、デメリットがあるやつって言っても、こういう敵に与える生属性以外の自然属性ダメージが 50% 低下するみたいなめちゃくちゃでかいデメリットがあるやつは、これ生属性を使わない限りかなりデメリットが大きいので、まあ、生属性の直剣モード使うなら全然いいんですけど、まあ、こういうのはきついと。あとこれ同じセット内でキリトのスキル1枚も装備してなければ強いので、まあ、こういうのは直剣モード使う時に結構きついので、まあ、こういうね発動条件も結構意識して、これはかなり不向きですよね。その片手直剣使う場合はですけど、かなり使いづらいと思うので直剣モード使うなら、まあ闇属性以外でも直剣モード使っていいみたいなこと言ってるんですけど、カオス155までは属性耐性がないんですよ的に。だから残闇以外でも、その闇属性以外でも、まあ、できることはできるんで、まあ、パワーライズさんね持ってなかったら、まあ、他にね防御力が上がるようなスキルとかいろいろ積んでって、あとはこういう攻撃力が何パー上昇っていうやつが、実は直剣モッドの攻撃力が防御力 ×2 にかかってくるんですよ。何パー上昇ってやつが、攻撃力のやつなので、まあ、防御力上昇と攻撃力何パー上昇も入れてたり、まあ、できればダメージ何パー上昇とかも入れたいんですけど、あとはやっぱクリティカル耐性が何パーだっけ、確か300%ぐらいあるんで、クリティカルは諦めることになると思います。あとはやっぱある程度倒すのに時間がかかる人は覚醒してない時間も長いと思うので、まあ、こういうね攻撃力が自身のレベルかける何パー上昇っていう、この歴戦の剣技っていうアビリティ効果ね持ってたら、まあ、これねシノンなので、もし夜空に咲く青バラキリと思ってるなら特にいいと思いますけど、まあ、こういうのを使ってもいいのかなとも思います、まあ、覚醒ならねできれば覚醒のがいいとは思うんですけど、まあ、こういうね昼下がりシノンとかね覚醒あるといいと思うんですけど、まあ、持ってない人も多いと思うんですよ。夜空に咲く青バラキリトとか、まあ、他の覚醒パワーライズ3でも全然いいんで、まあ、そういう場合はそのね自分の使う属性に合った、なるべく合った編成にするのがおすすめですね。あ、そういえばさっき闘魂ブローリズベットの話したんですけど、この覚醒パワーライズさんでシビルタドラーゴシリカっていうのがあるんですけど、これ同じセット内でリズベットのスキル1枚以上あると発動する効果があるんで、闘魂ブローリズベットとこれは相性がいいんで、まあ、どっちも持ってる人いるかあまり いないと思うんですけど、まあ、これもいいと思います。あとさっき闘魂ブローの話したんですけど、このおてんばメイドリズベットも実はこの HP がわずかの時に攻撃力がめちゃくちゃ上がるやつなんですよ。でこれ攻撃力何パー上昇でめっちゃ上がるんで、これ覚醒じゃないんですけど闘魂ブローとこれ装備するとめちゃくちゃいいっていう話ですね。であとは俺がスキル編成するとしたら、俺闘魂ブローないんで闘魂ブローがない場合のスキル編成になると思うんですけど、まあ、ちょっと前のガチャ動画見た人ならわかると思うんですけど、このお茶会採取アリスとかこのテイルズコラボのシノンとか俺引いたんで、まあ、これ残闇の直剣もなんで、まあ、使えないことはないし、こっちはね同じセット内でシノン3枚以上って書いてあるけど、まあ、クールウィッチシノンも当たったんで、直剣モッドのシノンと合わせて、まあ、ソードスキルね1枠使用不可になるんですけど、弓のシノンとか入れて3枚は満たせるんで、まあ、使えないことはないんですけど、これかなりモーションが攻撃モーションがねやりにくいらしいんで、カオスマジンでは。でちょっと手に入れたばっかなんで、これモッドの3枠解放してなくて、さっきの双剣士の記憶友情っていう防御力 ×2 攻撃力が上昇するやつがつけらんないんですよ。これ3枠必要だから。こっちもね解放できてなくて、モッドのかけら集めみたいな生配信というか、途中からモッドのかけら集めしてた生配信もあったんですけど、まあ今は使えないんで、まあ解放済みのこのディライトドリンク勇気と、まあ初期モッドキリト、これかなり弱い方の直剣モッドなんですけど、これ使うしかないかなと。でまあこれやけど状態の敵にって書いてあるんで、まあ小春とかにやけどにするスキル、敵をやけどにするやつとかつけるのもいいかもしれないですね。小春はなるべく防御力上昇のバフ効果がいいですね。
小春が使うバフは自分にもかかるっていう謎仕様があるので、まあ、片手直拳だったら、まあ、こういう防御力上昇の星2以下とか、あとはやっぱ効果名がね、さっき防御強化2だったんで、これリーファのやつ防御強化2バフとこれ防御強化1バフで同時に発動するんで、効果名が一緒だと同時に発動しないんですけど、まあ、これもね小春に打たせたりして防御上昇させたりとかいいと思います。でまあ片手コンでこういうね刻印とかがあったら、まあ、なるべくね装備して、で片手コン側でもやっぱこういう防御力上昇のバフ、ちょっとパーティーバフだから少し数値低いんですけど、まあ、こういうやつとか、まあ、こういうやつとかねつけてもいいんじゃないかと思います。あとはこれ火傷耐性バフがつくんで、コーヒーブレイク持ってない人はこれね小春に打たせてもいいかもしれないですね。縦の熟練度スキルのレジストで火傷耐性 10% 上昇になるのと、やっぱ指輪、この指輪自体の効果で火傷耐性の効果とかあるんで、まあ指輪厳選して火傷耐性 10% みたいなやつ作れば、 10% まであったんだっけ忘れたけど、いいんじゃないですかね。まあちょっと俺なりにスキル編成してみたんですけど、ちょっと自信ないです。最近なんか俺自分のスキル編成下手だなってちょっと思うんで、一応これは覚醒なのとスイッチゲージ増加量が多いっていうのがすごく良くて、スイッチが溜まるの早ければ早いほどやっぱり一戦一戦で打つスイッチの回数が多くなって、ソードスキル打つ回数多くなるし、片手直拳はスイッチの威力が高くなる熟練度スキルとかがあるので、なるべくスイッチ打った方がいいっていうのでいいのと、やっぱ攻撃強化4バフが発動するのでこれ入れてますね。あとはさっき言ったこの直拳モッドですね。2枚目はこの眼帯アリスってやつですね。これが今オーダーでめちゃくちゃ狙いにくいんですけど、まあ無料オーダーで出たのでこれをつけてます。でこれで直拳モッド2枚持ちになってます。でこのアスナは、まあ、ソードスキル1枠使ってるんですけど、まあ、このディライトドリンク勇気がアスナ1枚以上なのでセットしています。でまあさっき言った夜空に咲く青バラキリと、でまあデメリットとかも生息性使わないから気にしなくていいと。でまあさっきこれ言った攻撃力何パー上昇なのでつけてる。でまあ闘魂ブロー使ってないので回復する覚醒効果も全然積めると。でこの安らぎの笑顔ゆいですね、有名スキルですね、星3なんですけど、これスイッチが半分くらい溜まるんですよ、覚醒レベル4で。だから入ってる感じですね、攻撃力が上昇する効果もあると。まあこのね安らぎの笑顔ゆいはもっと強いスキルがあれば他のに変えるっていうのも全然ありですね。あとはやっぱ死の1枚以上を満たすのにこれ入れてるのと、やっぱ防御力が自分のレベルに応じて上がるめっちゃ強いアビリティ効果、あと HP 強化もあるのでこれ入ってますね。まあ裏セットは、まあ、片手コンか片手直拳で防御バフとか攻撃力バフとかかけると思います。ただ小春にこれ刻印打ってもらうんで、まあ、何かしら防御バフかけると思います。裏セットで小春と被らない防御バフですね。あとはまあクリティカル耐性あるんで、俺はクリティカル出ないこと前提で戦うんで、こういう心眼とかはね、まあ避けてなんか覚醒つけていく感じですね。俺の持ってるスキルで組むとしたらこんな感じなんですけど、もっとこうした方がいいみたいなのがあったら、まあコメント欄とかで教えてもらえるとありがたいんですけど、なんか俺言ってること間違ってることとかあるかもしれないし、まあでも直拳モッドなら大体それくらいじゃないかな。とにかく防御力上昇と攻撃力何パー上昇とダメージ何パー上昇みたいなのをなるべくバランスよく上げていくみたいな、バランスよくっていうか攻撃力防御力は結構意識した方がいいかな。まあ大体そんな感じです。で片手直拳のモッドスキルばっか言ってきたんですけど、まあ、探検でもスキル揃ってってればすごくいいんですよ。スキル揃ってればなんで。ただカオス155をやるような人でスキル揃ってる人ってあまりいないと思うんで、まあでも眼帯アリスよりもしかしたら探検の方が、まあ、素材とか狙いやすいのかもしんないですけど、探検は、まあ、この残闇の初期探検小春、まあこれ毒状態の敵に対してってあるんですけど、探検の熟練度スキルでスイッチ打つだけで毒になるっていうやつがあるんで、かなり使いやすくて、残闇の探検モッドっていうともう一枚これがあるんですけど、まあこれも毒状態の敵に対してってやつで、で結構毒状態の敵に対してとか、まあ有名スキルで
言えばこのトキアルゴってやつ、これがめちゃくちゃ強いんですよ。毒やけど出血凍傷に対してってあるんですけど、この4つの状態上スタック全てに対して適用なんで、この4つの状態上全部99スタックにすると 99×4つ分に適用されてめっちゃ強いんで、探検も強いけどちょっとそこまでスキル揃ってる人いるのかわからないんで、多分あんまりないと思うんで、探検とか狙って引く人多分あんまりいないと思うんで、ほんとよほど探検愛好家みたいなたまにいるんですけど、ただ俺探検はやっぱね、もっと持ってないし、1枚も使ったことなくてわかんないし、パワーライズ4本持ってないんで、まあわかんないんですけど、探検のが高いダメージ出る場合もあるんですよ。実は特に残闇とかは直剣モッドがちょっと弱いので、探検のが強い場合もあるんで、まあちょっとわかんないんですけど、まあ今回は直剣モッド使う場合の編成っていうことで、ちょっと動画終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。質問とか受け付けることにしました。要望とか、ただ要望は答えられないものは答えられないです。あと質問もちょっと気づかなかったらすみません。あとちょっと答えにくいやつとかわかんないやつとかもあるんで、俺も全然なんか俺なら何でもわかってると思ってる人いるんですけど、そんなことないです。俺より詳しい人めちゃくちゃいるし、俺マジでわかんないこといっぱいあると思ってるんで、俺はなんか本当に俺よりめちゃくちゃ強い人じゃないとわかんないこととか全然あるんで、まあ、そういうのは答えらんないんですけど、そういうのはめちゃくちゃ強い人に聞いてほしいんですけど、まあ、なるべくねそういうの来たら答えようとは思ってるんで、まあいろいろね事情があって答えられないこともあるんですけど、まあ、とにかくね受け付けることにしました。前にねちょっと問題があって受け付けてはなかったんですけど、受け付けることにしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。